こんにちは、カバオです。昨日の動画で僕はカバオになってしまいました。一週間カバオになってしまいましたよ。カバオですよ、僕は。ただのカバです、クソが。で、なんかまあちょっと普通にムカついてるので、今日はカバオのコスプレしたいと思います。ここまで来たらね、どうせならもうやるしかないなと思ったので、今日はカバオ完全体になりたいと思います。完全体になって、あのカバオくんの名シーンであるね、崖から落ちるシーンを再現したいなと思います。まずはカバオになっていきましょう。Let's go! カバオくん？はい、そうです、カバオです。ガチャバーン！びっくりした！アマゾンから空が落ちてきた。あ、違う、逆だ。空からアマゾンが落ちた。アマゾンの箱。こんな感じで開封する動画何年ぶりや。結構久々なんじゃないですか、これ。あかっこ全身タイツ人生で初めて全身タイツ買いました。全身茶色じゃないと始まんねえかなと思ったので、とりあえずまず全身タイツですね。うくさっうっくさくさえ、なんかうんこの匂いしたんだけど、茶色だからうんこの匂いするのかな。うくさちょっとじゃあ着てみまーす。せーの。はいはい。やだちょっと俺目が悪くてよく見えない。お、これが全身タイツか。すげえ、めっちゃキモいな。なるほどね。なあ、もうメガネかけたら余計やばいやつや。とりあえずこれでまあカバオくんの体できたんで、あと顔ですかね。で、一応なんかお面的なものも作ってきたんですよ。アンパンマンでもやっぱこれじゃダメっぽいっすね。となるとやっぱり塗るしかないか。マジたまたま顔に塗りたくるペイントの茶色持ってるので、これでカバオくんになります。カバオくん？はい、そうです、カバオです。こないだ顔に白塗りたくったばっかなんですよ。なんでこんな短期間で2回も顔に塗りたくないといけないんですか。来たーってこよ。清潔清潔。色的にマジで全く一緒じゃないですか、タイツと。全く一緒なんですよね、ほら。うわぁ、白塗る時よりだるい。助けて、カバになりたくない。ああ、カバだ。なんでこんなテッカテカなん。うん。マジでただのチョコレートの化身なんだよ。チョコレートっていうかもううんこや。うんこの人やんけ。とりあえずまあ下地終わったんで、続いてカバオくんの顔を顔に描いていきます。あれ、インクが、あ、インクが茶色に侵食されて、やばい。インクが出なくなった。あ、復活した、助かった。あ、やっぱ出ないわ。あ、なんかもう、なんか全部がうまくいかん。俺の作戦だとこのマジックでもう目と鼻を描いて完成みたいなのよかったのに、全然失敗してる。やばい、無理や。うんこや、ただの。どうすんのこれ、ここまで来て。どうしましょう。カバオくん？はい、そうです、カバオです。とりあえず作戦変えて、このさっきのカバオくんの段ボールに僕の顔面のインクをめちゃめちゃ塗りたくって、ほぼ同じ色になったので、このカバオくんを使ってカバオのシーン再現したいと思います。本当に顔に塗った意味がなくなった。もうやっていこう、もうやっていこう、もうやっていこう、やっていこう。やカバオくん？はい、そうです、カバオです。あ、お疲れ様です。何度か撮ってきました。もうカバオのせいで散々な目や。なんでこんな目に遭わんばいけんねん。ということでまあ、カバオくんの崖から落ちる名シーン、実写バージョン、最後はご覧ください。それでは、どうぞ。あったー、怖い、危ない、危ない、もう、危ねえ、ギリギリセーフ。油断大敵や。僕は止める、僕は止める、僕は止める、止める、やっぱり止めなカバオ